のお便り。ありがとうございます。愛知県、結構子さんの凛太郎さんからのお便りです。おぉ、だばれ。子さんとか新規とか、こっちは決める。そうなんや。いつもお世話になっております。暗記シリーズ、まあまあ好きなのですが、天空の城ラピュタでおなじみのモールス信号を覚えて文章や単語を当てる企画はいかがでしょうかということで。今日はなんか、ラピュタ見たことある？俺ない。ある？ないです。ラピュタない。ラピュタが見たことないかもしれない。ラピュタ見たことない。マジかよ、おなじみなんだって感じ。出なくてある、全員ないことある。あってても覚えてない。すごいんじゃないこれは。全員ない。ラピュタ暗記できるよ。ラピュタ暗記してるし、なんならマジかよ。天空石ラピュタ飛行石、笛吹いて鳥飛ばす、それナルシカじゃない。猫型のバスが来るの、トトロだね。それはわかるな。ということで1時間モールス信号暗記。それではバリーモンスターポポポポーン。いや、ラピュタ1時間で見させてくれよまず見たいけどモールス信号、まあ、トントンとかで、ね、線と点がそれぐらいの知識あります。そっちの知識ありますよ、もはや。でも俺パラサイト見てたから。パラサイトおなじみですね。そっちの方がおなじみなんちゃう、パラサイトの方がおなじみだよ。いや、全然ブラッティーマンデーでしょ。ブラッティーマンデーどこ？あ、刑務所から送ってた。刑務所の、刑務所のやつから地面のな。うん、そうだわ。それから、そうだよ。全然そっちでいいです。あれな、同じ方は出題するときは俺がその点と線出すんで、で、こっちが何て書いてあるか読みな、何て書いてあるか読み取ってもらって。50音50個覚えればいいだけ、簡単に言えば。まあそうだね。濁点とかは分からんけど、ただめちゃくちゃややこしい。まあ、これとこれだけの選択肢。それではやっていきましょう。ファイア。20万獲得中だっけ。2ポイント差ついてる。何対何か忘れちゃった。じゃあ今日別にだから適当にやってもいい。2対4とかで。なんか今日無理そうじゃない。君がね、俺手話とか得意だったから。あー、出た出た。これ多分これ系の暗記無理なんだよ。頑張ってみろ。俺の感覚だけど。いきます。よーい、スタート。はい。え、アーがこんな、全部ツーツートンツーツーがアーってこと。ツーツートンツーツー。なるほどね。あんま規則性がねえんだな。どうやって覚えるんだろう、これ。句点は出さない。可能性的にね。句点発作調音はあります。なるほど。ツーツートンツーツートントンだったらアーってことだね。そうだね。アーってことだね。よう考えたら暗記がまあまあ好きなやつが送ってきてるのかなと思うと。大好きなやつがね。なんか同じのありそうよね、こうぐらい。でも食べにやすい、今や。いや、それめっちゃいいやん。ハーモニカだから、タタタタでハーモニカね。俺も一発で覚えてくれる。よし。じゃあ俺自力覚えで、そっち覚えてもらって。髪の毛。全然違う。進歩。濁点。あ、そっか、濁点とかちょっとまだ脳履修だわ。そうか。残り30分。はい。足かな。何か。うわー。え、でもちゃんとあと、かとう合ってるんだ。あ、すごいじゃん。あとかとうだけで。てめえやるか。お前感謝してくれよ、産業。あとうだけ。産業をしっかり覚えれてるっていうモチベ大切でしょ。あ、だから。あと2行制覇できたら噛んでいけるわ。ユーマのクオリティ聞きたい。はい。どうどう。はい。自分でも答え見て探した方がいいんじゃない。探してみて。どうそうだろうか。覚えろ。うん、覚えろ。お前ね。お前ねだし。なんか勝てそうだぜ。ユーマが全然ゴミだわ。ムムムムムム。こいつやばい。いや見てムムなんだ。だいいとこついてる。覚えにくい。カビラジエだよね。ブンブンブン。わけのわからない単語だけ覚えた人いる。工業高校とか。その単語だけ覚えた人いるんだけど、この人。終了。けマジで実在する言葉じゃない可能性あります？いや、全部実在する言葉で。ああ、その、ありえない。うん。じゃあいけるだろ。スカイチも。はい。はい。あ、もう分かったよ。俺ってことか。3個目。それはね。そうだ。はい。これだよ。あ、これです。きたー。はい。はい、できました。じゃあ、これ。ライブ。ライブ。おお。当てやがった。正解。よっしゃー。
てんてんなんか大丈夫ですか。気にしないっすか。ライフしてよ。ライフ。ライフ。次回以降気をつけてください。はい。これ。やばい。やばい。ちょっと待って。全部見覚えある。ちなみに。ある。あ、じゃあ俺は何も教えられるから。うわ、くそ。いいですか。うん。大丈夫です。はい。じゃあ言うとか。すさし。おお。すさし。正解はすさし。え、ちょっと待ってください。絶対なんかミシュミシュなんかなんかでかくないですか。すごい。え、一個だけじゃない、一個じゃない、勝手させて書いたんでいいじゃないですか。でかい。はい、そうです、そうです。なんか上にはないから。そうだそうだ。あら、マジやるやん。G 当てるね。 G 大丈夫です。はい、これこれ余裕余裕。正解。よし、意外と来るのあいつらも。そうだんだん文字数が増える。そうやっぱそうっすよね。はい、これこれそうだったら、これはしないよ。いい協力してるよ。とがめられたよ。うわっ、こいつらも言ってんぞ。はい、じゃあ言うわ。ヘキサゴン。あ、似合うね。世代だもんね。いや、怖い、これ怖い顔。ヘキサゴン。あ、よかった。正解。よし、ヘキサゴンです。5個目です。ちょっともうしんどくなってきた。うーん、で、これです。これ、これだ。じゃあ、これだわ。いいですか、そろそろ。ちょ、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 じゃあ、あと10秒とします。ここ、こだまじゃねば、なんだけど、いや、あるのかもよ。2、1、ちょっと待って。はい、一回片付けます。はい、おもろ回答だけど、あいつあるかもしんないじゃん。俺知らんだけど、知んないじゃん。俺知らんだけど、うん、聞こえやから。ジマグレン。あー、パカンとしてる。あ、あー、でもそうだね。わかんない、俺らもあやめなんですよ、あそこは。気まぐれんだよな。あ、気まぐれ。いや、そうそう、気まぐれ。濁点がねえから。そうだよね。正解は、今の見えたよね。ジアグレン。うわ、惜しい。あ、まあ、え、や、やか、や、や、ジャグレンか。み、そう、そういうこと。表は見て、表見て気づいたかもしれないけど、小文字がないんですね。ない。昔の。そう書かないといけないんだ。ジアグレンで、まあ、ジャグレンの想定で出しました。ここまで出て出ないもんかね。ね、ジャグレンじゃない。気まぐれ。気まぐれ。ヘキサゴンの後だったから。気まぐれの可能性出ちゃったよね。ヘキサゴンの後だったから。栗の中ダンスするとこは見えた。マジで。ダンスしてないから。一番つまんなそうなんだから、栗の中。気まぐれの時だな。はい、次は。はい、じゃあ。なんで思い出せないんすか。頭文字分かってんすよ。そんな待ってよ。チームじゃん。日本語覚えてたんだから。まあまあまあ、いいよいいよ、間違っても。早くしろよ、おい。ちょっと汗かきすぎちゃうもん。なんでこの気温でもみあげ濡れんのっていう可能性はない。は何言ってんの。ほら、そうそう、早くしてよ。しますよ。わけわかんないことばっか言っちゃってんだから。今こっちで変なことでも忘れちゃって今から。また明日。また明日。ああ、そう。正解。おお、ありがとう。悔しい。ジャグレン取っとけば。確かにな。くそ。はい。なあ。はい。キムズ。本当にあれそれ。早く早くね、早くね、早くね、遅い。やる気。早くね、早く。はい。言われた。じゃあユマ。ベスト出した。ベスト出した。正解。よし、ジャグレンできてないのマジで悔しい。まだ言うの。いや、誰やったら抜いてんだもん。一個やばい。いやいやいや、おお、ここマジで知識もある。大学中退だけどできないかも。いきましょう。マジ言うは何もしないね。いや、そんなことないよ。本当今から。クレイジーママキングだ。クレイジーママキングだ。正解。よし、危ねえ。今度10月に、はい、岡山行きます。ビッグマン海賊団とも悩んだんだけどね。出るか。頑張ってください。うわー、どっか。こうだね。
長すぎ。ここが長いし、こうじゃない、そうだ、よし、天才かよ。あー、まだない。はい、遅延行為の時間が始まりました。やばくない？やばい、長い長い長い、ふざけんなよ。長い、言い返せよ普通に。そのラリーすらない。言いがいないわこっち。嫌なやつらだ、ね、本当に。夕闇にいざないし漆黒のエンゼル、初恋だったよ。そんな同じく、同じくな。正解。知らなかったね。これはすごい。エンゼル。ジャグレンだけ本当に。まだ言ってんの？そうだね。ジャグレンしなかった人と同じ回数ある。もう一回やってくださいとか言えないんだもんな。一発で覚えないといけない。そう考えるとすごい。すごいよね。理解しよう。最後さ、もうなんか時間制限つける。いや、そうしようか、じゃあ。俺らもしんどいし。結構長い。作っちゃった。もう視力につけたいじゃん。そうそうそう。俺らも多分きついから。うん、やべやべ。次の問題3分にしよう。よー、スタート。長っ。結構長いの作っちゃった。30秒ぐらいです。無理だろな。これちょっとお前考えさせて。長すぎ長すぎ。ちょっと考えさせてよ。あ、なんかある。その前にこれがあるな。むずすぎ、むずすぎ。やばいやばいやばい。部分点かな。なるほどね。解読できた文字数で、こうこうじゃん。これが合ってる可能性もある。余裕で。まあでもまあ概ね合ってるよね。はい、ということで清書してください。ありえる、ありえるね。ありえる。じゃあこれ、エアコン一番低い温度にして寒いから、いや、お願いしまんご。いや、でも最後マジでわかんない。文章もちょっとよくわかんない、うん。エアコンイカバンクイーンシイマン。きた。これは勝ちだ。これはさすがに勝ったね。全当てはしてないと思うんだよ。エアコン一番低い温度にしてまでは多分合ってると思う。そうだね。寒いからも合ってると思うんだよ。ひいらしてよ。ひいらしてよ、ゆうまさん。正解は、はい。エアコン一番低い温度にして。はい、もう勝ちだ。その時点で。そうだな。寒いくらいに。あー、寒いくらいにか。お願いしまんぼ。惜しい、惜しい。読み解けてはいたんだ。読み解けてぼか。はい、しまんぼ。寒い、なんだっけ、寒いくらくらいに。むしろ寒くしてほしかったんですよ。暑いからってことだね。寒いくらい。3文字じゃん、間違えるの。寒い、すごいくらい。すごい、いや、それはすごい。えぐいっすね、これは。小屋智也勝利。これはすごい。ここ一緒だったのか。そうだ、絶対いけたじゃん、もっとゆっくりやったら。2もあったんだ。ちゃんと見たらいけてたな、これ。確かにね。まあでも今日はでも本当プライチじゃなくてもいいかも。これで10万はちょっと違うな。合ってて間違っててみたいなのがなかったからね。まあ許してあげようか。まあ最初の問題敗北でしたけど。いや、だってゆうまさんの、あ、ゆうま問題さ、ゆうまさんの覚えてくれたゾーンさ、うんとまとばしか出ないんだ。これもう無理よ、こっちは。あ、ら、らとか、らとか、そう言ってくれたらね。全然いいよ。確かにマジで覚えてないとこれいけないから。あと、考察力ね。かなり埋めてから、こうじゃねってしたよね。本当に、まあ、今回許しそう。しょうがないね、これ仕方ない。汗かいただけじゃん。汗かいただけ。だんだんとユーマのせいなんでしょ。いや、まあまあまあ、これはどっちのせいでもないけど、まあ何個か前は結構おいおいってなるけど、今の方が全然。あ、しゃあしゃあしゃあ。ええ、そんなことある。まあ、種類は3種類。絶対遊びに来てね。そして3ヶ月連続デジタルリリース。